キンプリ新アルバムリセンス全携帯開封動画イエーイ。ザリガニ、どうもザリガニでーす。ということでついに届きました。そして動画をお待たせしてしまって申し訳ありません新アルバムがついに届きました。本当は俺ね、フラゲ日に買ったのよ。7月20日だったかなに買ったんだけど、そのちょうど受け取る日にね、寝てたのよ俺本来届く時間寝てて、20日受け取れなかったの。だから21日の12時から14時のね、お昼に受け取りに変更したんだけど、また寝てて、もう郵便局の方ごめんなさいと思ってまた時間変えたんだけど、また寝てて、ということで2日遅れましたなのでね、動画自体遅くなりましたが、今日はこちら新アルバムリセンスの全携帯開封していこうと。で、ちなみにちょうど今ね、キンプリの YouTube ライブが終わったところ、もうめちゃめちゃ良かったっていうのはまたちょっと次回話そうと思うからね、とりあえず今日はこれ開けていこうと思います。絶対開け方間違ってるんだけどよしょっと、おー、わ、すごい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 よ、みんないい感じで入ってます。じゃあ一個ずつ開けていこう。じゃあまず先にアルバムを紹介して、その後に特典をお見せしていこうと思います。今回が初回限定版 A、 初回限定版 B、 通常版の3つだったかな。で、まあそれぞれ値段が3700円とかだったと思うんだけど、え、すごっ。え、見てみんな、アルバムって分厚いんだね。めっちゃ分厚くない？シングルの倍ぐらいない？え、知らなかった。そうなんだ。まあ、いいや。とりあえず、じゃあ、まず最初は、これにしよっか。それでは、通常版がこちら。じゃじゃーん。マジックタッチのやつだね。これかっこいいよね。これね、色合いが、これ何色っていうの？緑？深緑とか、深青とか、なんかこの、おしゃれな色。おしゃれな色、おしゃれなアルバムでございます。真ん中にね、マジックタッチのような白衣装がブワーっとあってね、裏側も同じカージのポーズになっております。おしゃれよね。ちなみにみんなさ、ここどうしてる？ここ、これ捨ててる？保存してる？なんかこれさ、保存しててもさ、すぐどっか行っちゃうんだよね。だからもうどうしようと思って、みんなこれどうしてる？じゃあ通常版開けていきます。オープン。でで、でで、でで、開かねえなでででで、でで、でで、でーりー。じゃじゃーん。見えない。僕からは見えない。あ、これあれだね。両A面とかじゃなくて、これ一面だね。さあ、中見ていくと、どんな感じ？うおー！これなんだろう。なんかジャングルの中のアマゾンだね。中はこんな感じか。じゃあ、こっちの、これやな。あ、お？なにこれ、なにこれ、え？え？なにこれ？やばやば、アナザージャケットか。おお、かっけえ。いや、マジ、不良。イケメン不良。そして、レン君、これ。やっぱさ、この背景もそうだけど、レン君の白黒感めっちゃ良くない？キシ君、もう、え？いや、もう、もう、見返り美人。もう、なぁ、もう、紫、かっこいいね、キシ君。チュッ。そして次が、カイちゃん。うわ、え、このさ、ひまわりイエローではない感じのイエロー、めっちゃかっこよくない？え、そしてさ、YouTube ライブのカイちゃんやばくなかった？カメラ目線で決め顔するとき全然カメラ追えてないのも可愛いんだけどさ、ああいうお茶目な一面からのダンスのキレキレ。なんか岸くんには申し訳ない。俺推しが岸くんだから岸くんが一番好きなんだけど、ダンスに関してはずっとカイちゃん見ちゃった。カイちゃんのダンスって一生見てられるんだよね。足のステップの感じとか、この、わかんない。ダンス、素人だからわかんないけど、なんだろう、エロいよね。もう、一言って言うなら、カイちゃんのダンスはエロい。最後、そして、ジンクのアナザージャケット。こんな感じ。じゃーん。いいね。いや、マジ、かっこいい。最近、ジンくんの美女が強すぎる。俺の中でジンくんマジ強すぎるんだよね。ということで、これが特典かな？今、こんな感じの背景になってるけど、例えば、私、ジンくん推しだよって人は、こん中にこうやって入れたりとか、私は少年なんだって人は、こんな感じでジャケットを変えられると。こういう感じになってます。いいね。え、待って待って待って、危ねえ。見逃ささな、見逃ささ。見逃さなくてよかった。これね、通常版の歌詞カードなんだけど、中がね、こういう感じで、みんなのいろんなソロショットがあるの。翔くんもあるし、岸くんもあるし、レン君もあるし、ジン君もある。そして、カイちゃんもあるんだよ。これやば。いや、マジで、マジックタッチの世界観好きすぎるんだよね。超かっこよくない？正直俺、シンデレラガールがすごい好きで、アイプロミスもすごい好きなんだけど、シンデレラガールよりキンプリらしい曲というか、引き込まれる曲ないだろうなと思ったんだけど、マジックタッチがやばい。無限に見
れる。本当に好き。まあ、ということでね、こちらが通常版でした。そして次が初回限定版映画、こんな感じです。でれーん、これかわいい。僕らのグレートジャーニーのやつで、表がこんな感じで、裏はこんな感じになってます。で、これちょっとびっくりしたのがさ、さっきの通常版の放送紙はこんな感じのね、まあ、よくあるペラペラなんだけど、こっち見て。この、ミセンスって書いてあるやつが放送紙に書いてあるの。だからこれ撮ると、こんな、放送紙は放送紙ですよね。皆さんすいませんね。ごめんね。こんな感じだったわ。ここにリセンスって書いてあった。で、アルバムがこんな感じ。すごいね、なんかハリーポッターの本みたいだね。どんな感じなんだろう。両 A 面かな、知らない。俺人生初アルバム。いきます。オープン!ダガダーン!これはどんな感じ?こっち側もあんのかな?これだけか。あ、うわー、ごめんね。こっち側も開くのかな?ほい。あ、すごい!こっち側と、こっち側が開くんだ。え、アルバムってこうなってんだ。すげえ。じゃ、まず最初のね、こっち側の方。左から開いた方は、この黄色と黒の、これ何柄っていうの?最近ペイズリー柄って覚えたんだけど、これペイズリー柄かな?ちょっとわかんない。けど、こんな CD と。そしてもう一個の方がこんな感じです。これはね、ペイズリー柄ですね。これペイズリー柄。なんかあれだね。キラキラアイドルっていう感じじゃない。新しいキンプリだね。すげえ。そして最後、初回限定版 B がこんな感じです。デケデッテデー。いいねー。これが名前教えてのやつだったよね。表がこんな感じで、裏はこんな感じ。ティアラがね、あるのよ。いいね、これ。じゃあこれも開けていきましょう。おー!さっきの初回限定版 A はさ、こういうタイプのスリーブなんだけど、こっちの初回限定版 B は、なんか、いいやつ。いや、わかんない。あれもいいやつかもしんないけど、これこんな感じで、この、なんか、いいケースですね。いいケースになってますと。で、これ中がこんな感じになってます。アルバムと本が入ってますね。これから見てこっか。赤を開けると、パーンパパーン。おー!え、この色は好きよ。一色でマットな質感、これ好き。1枚目がこんな感じで、2枚目がこんな感じ。うわ!え、やっぱこれさ、キンプリの新時代が現れてない?新たなキンプリの一面が出てる気がする。マジでかっけえ。え、ほんとにやばい。そして中のこれは、これまた歌詞カードかな?これは。これは、ああ、歌詞カードだね。これは全ページ同じ感じなんだけど、ネイビーに白文字で歌詞カードと。中学の頃さ、好きなアーティストがいて、その好きなアーティストの CD を兄が持ってたんだけど、兄にその CD を借りて、歌詞カードに書いてある歌詞をね、全部ノートに写したの。ここに書いてあるのに全部ノートに写してね、やってたわ。懐かしい。ということで、通常版、初回限定版 A、初回限定版 B っていう感じになってます。よきやね。これはもう、やばいね。もう家にラジカセ欲しい。永遠に聞いてた。はい、じゃあ続いて特典見ていこうと思います。今回はクリアファイルとプリクラ風シールとスマホリングになってるよね。じゃあまずクリアポスターがこんな感じです。じゃーん!これめっちゃいい!なんかリングライトで反射してみんな見えないとかない?え、いい!これね、表からもいい感じだし、裏からも透けて見えてめっちゃいいの。これはやば。こんなんさ、俺パソコンいじってる時とかにこうやってチラッと見えたら最高だね。いい、もう。みんなの顔ばっかり見ると思うんだけど、最近俺ね、手とか見ちゃうんだよね。手とか首とか髪型とか、細かいところがね、キュンポイントが高くなっちゃう。いや、いいわ。そしたら次の特典がね、プリクラ風シールなんですよ。で、みんなが知ってるプリクラってさ、こんなぐらいのサイズやん。ちっちゃーなサイズだと思うんだけど、今回のプリクラ風シール、なんと。でけえ。こんぐらいあるよ。ティッシュと比べるとこんくらい。超でかくないこれ。プリクラと思ったから超ちっちゃいやつかと思ったらすげえいいじゃん。全員集合のやつとか、それぞれメンバーのやつとか、いいね。かわいいもん。こんなギラギラなデコデコするんだね。なんか昔のプリクラ思い出すわ。俺の昔のプリクラ今出してると思うんだけど、加工ないでしょ。俺の学生時代加工なんてないのよ、皆さん。最後はね、リング、あ?リングライトじゃなくてなんだっけ?スマホリング。スマホリングです。スマホリングめちゃめちゃおしゃれ。こんな感じ。じゃじゃーん!良いですね。これが正直俺一番欲しかった。スマホにペタっていう貼る面に、キング&プリンスって書いてあって、リセンスらしい色合いを使ってて、このリングがね、マジでね、指輪っぽいやつなの。
まあリングだから指輪か。で、ここにリセンスって書いてあるやつ。試しにつけてみるか。特典って俺普段使いたくないんだけど、せっかくだからね、実用的だから使おう。ということでね、私のスマホはね、バキバキなんですけども。これってさ、ここにこうやって貼るもんなの？それとも、カバーをしてから貼るもんなの？どっちがいいんだろう？こんな感じでね、ペタッと貼ります。よいしょ。あ、待って、中央からずれた。待って、あ、待って、最悪。あー、もう離れないじゃん。え、待って、中央からずれた。もうマジありえないんだけど。もうさ、言ってよー。まあいいか、まあいいか。これね、中というか、これをリンゴぐるぐる回せるので、縦にして入れたりとか、横にして横で見たりとかってこうできるやつ。うわ、人生初リングライト。リングライトしまう。スマホリング。で、結構俺指太い方なんだけど、それでもこうすんなり入るから、誰でも使えると思う。親指が入るぐらい、ほら、親指入るぐらいだから、誰でもね、細い方でも、手が大きい方でも大丈夫です。ということでね、特典が、クリアポスターと、プリクラ風シールと、リングの3つになってます。マジで特典豪華だね。超嬉しい、これ。はい、ということで今日は新アルバム3形態買ったのでそちらの紹介をしていきました。よかったら皆さんもね、気になったら買ってみてください。はい、ということで今日の動画でした。こんな感じで普段は、キンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。ということで今日のザリガルでした。またね、バイバーイ。